えー、皆さんこんばんは、しゅうです。えー、ちょっとね、一日ちょっと飽きましたかね。えー、こちらを今日はやっていきます。で、えっ、ー、と、またたくさんのね、コメントいただいてて、たくさんまたねあの、いろんなことを教えていただきました。本当にありがとうございました。で、これです。たかのですね。で、一応高カあのー、この前僕が聞いたらね、たくさんの先輩の方が、 あのこういうブランドですよということを教えていただいててあの僕も、えー、ちょっとネットで調べたりとかしたことを一応軽くちょっと触れておきたいと思います、えー、この高野、えー、1899年に設立された高野時計金属製品製造所が原点であるとそして1938年より高野精密工業となったということです で1962年にはリコーの参加となってしまうんですがその途中1960年に当時センターセコンドでは世界一薄型の手巻時計シャトーを発売この右側でございますでセンターセコンドでありながらムーブメントはなんと3.5ミリという厚さだったんだそうです で1959年の9月、伊勢湾台風ですね、たくさんの被害をもたらした伊勢湾台風によって壊滅的な打撃を受け、えー、かねてよりの過大な設備投資などにより、1961年11月頃には経営危機が陥ったという形で、えー、結局、1962年7月26日、高野精密工業が、 理工参加になっているので現在は利己の参加でございますで実際このえっと、えー、高野という文字で中にコーの機械が入っているものが当初はあったみたいですねであのー、今度コーさんから一応高野の、えー、時計として1本復刻されるんだそうですあとねそれがねえー、っとまああの独立設計 時計師の方が作るんですけども、えっとね、80万円ぐらいって言ったかな、めちゃくちゃ高級なものが出てくるみたいですけどもね、そういう形で一旦復活を遂げるみたいですね。で、腕時計ブランドとしては、1957年から1962年まで,までのわずか4年11ヶ月しか存在していなかったため、 え、時計業界では幻のブランドと呼ばれているというものでございます。で、あの、この高野 T っていうね、この左側の文字盤に入っているものが高野のロゴマーク。で、っと右側がこれ高野シャトーと書いてるんですね。いう形で、左側が銀のケース、右がえっとゴールドフィールドのケースになります。で、えっとね、どっちから行こうかな。あ、ごめんなさい。これ逆にしますね。まずは、 このいしょ左のモデルからいきましょう。こちら、高野の「シャトー」。このね、番号の読み方が全然わからなくって、一応ね、えー、っとね、2つ文字が入ってて、59340214051と入ってて、これがそのモデル名なのか、製造年月日なのかっていうことは、ちょっとはっきり僕には分かりませんでした。 なのでそこはちょっと触れずにねいきたいと思いますただま1959年から1962年なのでまあどうなんでしょうね1961年とかそういう感じのモデルかもしれませんで大きさケースは3 5ミ、mm、リケースの厚さは9ミ、mm、リラグトゥラグは4 1 5ミ、mm、リでキャリバーは高野の21紀キャリバー531というものを積んでいます 今左側にキャリバーの写真が出ていると思います。で、先ほど裏蓋を開けてキャリバーを撮らせていただいております。で、朝からちょっと動かしてるんですけども、まあまあ調子よく動いてるんじゃないかなと、うん、思います。右側の方がね、ちょっとオーバーホールなのかなという感じはしますけども、それもまあ時間をきちっとね、あのそんなに誤差も出ずきちっと動いてるので、まあまあとりあえずはちょっとあの手元かなという感じ。で、 もう先にちょっとね、こちらの方もちょっと行くんですけども、ちょっとね、こういうストラップつけてるんでね、結構ふにゃふにゃなんですけども、行きましょうか、えー。この次はこちら。タカのプレシジョンスーパーという時計でございます、えー。こちらの方もね、番号が入ってるんですけども、こちらの方はもう触れずにちょっとね、行きたいと思います。ケースの大きさ 34mm、ケースの厚さは 10mm、ラグトゥラグは 42mm。 19席のキャリバーを積んでございました。で、今、こちらの方に写真が出てると思うんですけど、さっきね、キャリバーをちょっと開けさせてもらって写真撮ってるんですけども、チラネジが入っています、これは。あのちら、チラネジって言うんですよね、確か。で、合ってると思います。あの、えっと、天風ですかね、に、こう、突起のですかね、いっぱい入ってて、こちらの方の出す長さだとか、 いうもので、えー、調整、スピードの調整をできたというもので、今のものは、この添付時代の性能が非常によくなっているので、つけなくてもいいんだそうです。でも、昔のやつとかは、えー、こういうものがついてて、ここでまあ細かく調整ができましたということですね。で、今ね、ランゲゾーネだったかな。 だったと思いますには今でもこのチラネジが使われているものがあるんだそうです。という形でね、チラネジっていうのをね、僕も目の前で自分の肉眼で初めて見たんですけども、なんかこういうのがかっこいいなと思ってしまいますね。なんか、な、別に自分がそこを調整できるわけでもなんでもないんですけども、なんかこう、どなんていうんでしょうね。なんかこう、綺麗なっていう感じがちょっとしましたね。よし、ではちょっとね。 時計を見ていきましょうまずはこちら、シャトー。ちょっとこれね、ピントが来ないので、ちょっと一旦避けますね。シャトーですね。こちらの方が、えっ、ー、と、20ミクロンの金張りで、んとね、あ、ゴールドプレートって書いてるんですけども、えっ、ー、と、何金っていうのは書いてないですね。書いてないですね。こんな感じです。こういう感じ。 で、裏にね、こういうふうに書いてるんですけども、このね、番号の読み方か分かんないんですよ、全然僕には。うんなので、ちょっとそこはね、ちょっとあの僕は言うことできないんですけども、こんな感じ。で、美女はね、高野の美女ってあるみたいですね。ここに高野の T というマークがついてるものがあるみたいなんですけども、そちらの方はちょっと僕も探せなかったので、えー、今回はそちらの方は、えー、諦めてしまっています。 まあ見つかったらいいんですけどね。見つからなかったですね。で、文字盤いきましょう。で、あの、先輩がね、論人に影響されているのかなって言ってる方がいらっしゃったんですけども、あの、どうなんでしょうね。これ、論人なのかな。僕はね、あんまりそういう時代背景が分かってないので、はっきりはわからないんですけども、こういうね、まあ、この、えっと、1時、2時の間に少し傷があるんですね、これ。なんですけども、他はね、 まあまあ綺麗なんじゃないかなと思います。で、この,タカのシャトースーペリアって書いてますね。シャえそうですね、タカのシャトースーペリアという時計でしょうね。で、まあ21隻という感じ。で、このインデックスなんですけども、これね、ちょっと寄せれるかな。こういうね、掘り込みなんですよ、これ。 彫り込みに塗装してるのか、なんかっていう感じで、これ、彫り込みのバーインデックスでした。これがね、すごくこう、時代背景があって面白いですよね。綺麗なインデックスだなと思いますね。なので、薄さを強調するために、ここに突起物をつけずに、アップライトにはせずに、最小限で抑えたかったという考えなんでしょうか。 いうので、こういうふうな彫り込みを入れて、線をつけて、インデックスを作っているという感じに僕は見ています。どうですか高野シャトースーペリア、21ジュエルズと。綺麗な時計ですね。本当に綺麗な時計ですね、これ。こんな感じですね。なんかちょっとこの辺のね、風貌に少し傷はね、あったりはするんですけど、まあ、 まあ僕はまあそのね実際にそんなめちゃくちゃ数が出た時計ではないとは思うのでまあこうやって現存してるだけでも立派かなと綺麗かなと僕は思っていますこんな感じですねでもう一本もいっときましょうかよいしょもうちょっと遠くからでいいかなこういうケースでこちらの バックルにはあ、ごめんなさい、うん、えっと、リューズには、この高野の,のね、T というマークが入っています。見えますかねこういうふうにね、T というマークが入ってるんですね、これ。で、裏蓋はこういう感じ。まあ、スナップ式でございましたね。まあ、こういう感じのね。 まあ今昔のね、成功とかにもあるハマグリっぽい感じといったら、そういう感じでしょうかね。で、こちらの方の文字盤なんですけど、こちらの方も、えっとね、ここ、タカの、えー、プレシション、スーパー、19ジュエルズというふうに書いています。で、こちらの方も、12時と6時は、一応ちょっとね、突起してるんですよ。 でも他のバーインデックスに関しては全部彫り込みで作ってるように見えますねうんそうですねでこういうねこう二重になってるようなこの時代に少し多かった成功でもこういう形の文字盤があると思うんですけどもそういう感じの少しねこういう二段になってるこういうような文字盤をしていますどうですかうん綺麗な時計ですねとってもこういう感じでしたね で、あの、ストラップなんですけども、先にこっち見せましょうか。僕、こういうちょっとね、NATO ベルトを持ってて、これなんだったかななんとかっていうね、ブランド、台湾かなんかのブランドの、こういうレザー製品を作ってらっしゃるブランドが作ってる、こういう NATO ストラップなんですけども、もうこれも僕多分6年か5年、6年ぐらい経つかな持ってるんですよ。で、もともと、ああいう、 あのー、MWC とかああいう時計につけたりとかしていろんな時計についてるんですけどこれ 18mm っていう幅なんですねでまあバックルの色なんかもこういう感じだったのでちょっとこういう感じちょっとこうなんていうんでしょうすごくビンテージなイメージがあってねかっこいいんじゃないかなと思ってちょっとドレッシーなああいうストラップをやめて今回はあえてこういうちょっとこうめちゃくちゃやれてるね感じのこれもう最初めちゃくちゃ綺麗なレザー,レザーだったんですけどね うん、僕、これ結構気に入ってて使いまくってるので、もうね、こんな感じのボロボロになってますけど、このボロボロ感が逆にこういう時計にピタッと合うんじゃないかなと思って、これにしています。で、もう一個は、こちらの方はね、まだちょっと今考えています。一旦手持ちのこういう幅をつけています。で、こちら19あると思うんですよ、ラグ幅が。ただ、少しここのラグが異岸流でいるのか、 ちょっとね幅が広くなってるようにも見えるのでここをねかしめてちょっと直そうかもとも思ったんですけどまあまあ変にねちょっとやるとなんか折れたりとかひび入ったら嫌だなと思ったのでもうそこはせずに 19mm の幅のこういうえっとリザードですねのストラップをつけていますで適当に見繕ったこういうゴールドの美ンをつけましたどうですか もっとね多分シンプルなブ,ルブラックの方が合うのかなっていう気もちょっとしないでもないんですけどねまあこの辺をちょっとね考えていこうかなと思っていますであの先ほどチラネジっていうものが出ましたこの前一度ねあの先輩にそういうコメント頂い,いたことがあったんですけども あのチラネジっていう名前は知ってたしどういうものかは分かったんですけど実際僕自分の目で見たことなかったんですねチラネジなんてなので今回がこちらの方の高野が初めて自分が目にしたチラネジでしたで、えー、もう少し後で、えっとでジュベニアというものが来ますジュベニアっていっぱい僕ねゴールドウォッチを紹介してるんですけども大正時代かなんかに日本に入ってるブランドさんですごいかっこいいブランドなんですけどもこちらもねチラネジが入ってるんですよ なので、こちらの方も皆さんに、えっと、見ていただけるかと思いますので、もう少しだけお時間くださいませ。で、えっとね、今ちょっとね、先輩と、あれなんですけど、ここ、これ、ジアンと、シチズン、セブンスターデラックス。来ちゃいました。これ、オリジナルのガラスがついています。 いいでしょこれこれねあのファイヤーキッズさんに乗ってました、うん、ファイアーキッズさんは多分純正のねブレスレットがついてたと思うもうあのソロドアートにはなってたんですけどもあの珍しいグレーダイヤルっていうに書いてらっしゃってお珍しいんだと思って見つけたのでちょっとねこれは手元に来ました。 で実はこの前のシチズンのちょっとあのステムを探しているモデルのブレスレットが付けれたらいいなと思ったんですけどラグの形が全然違うくて実は付かなかったですなのでこちらの方はこういうねパンチングが空いてる作ってもらっているこういうストラップにしてシチズンのバックルを付けましたどうですかかっこいいでしょなかなかスポーティーな感じでね すごくかっこいいものですこちらの方はままたた別のコンテンテツで皆ささんにご紹介させていただきますでこちらの方ちょっと僕言うの忘れてたんですけどこれね見えるかなどうしたら見えるかなちょっとねいろいろやってみたあこれでちょっと分かっていただけたらいいんですけどこれ放射線状に模様が文字盤に入ってるんですけどもこれねあのこういう風にこう広がってるんではなくて6時位置からこういう風に上に広がってるんですよ。 分かっていただけるかなこれ難しいですね。写真で。あこううーんこ、こんな感じでちょっと分かるかな6時位置が中心で、こういう風にね、上に向かってというか、こういう風にブワっと広がる感じでね、実は放射線の線が入っているって、すごく変わったね、あの文字盤をしています。実物を目で見ると、もっとね、綺麗に見えるんですけど、ごめんなさい、カメラではなかなかちょっとね、難しくって、うまく表現ができないんですけども、こんな感じですね。 で今日はこれをちょっとつけていくんですけどもいつも撮影の時にこのマットがねこうなんか切れてて不細工だったでしょなのでこういうマットをご用意させていただいて、えー、きちっとねそれなりにこう綺麗に真っ黒に映るようにという形をちょっとさせてもらいましたでは先にこのシャトー高野のシャトーこちらをちょっとつけていきます どうですかちょっと邪魔ですね。こちら、高野のシャトーですね。こういう感じでございます。こんな感じですね。うん、きれいな時計ですね。とってもきれいな時計だと思います。この彫り込みの文字盤、かっこいいですね。うん どうですかよし、次行きましょう。で、次はこの、プレシジョンスーパー。こちらの方はゴールドケースもあるようですね。ネットではゴールドケースがちょっと出てまいりましたけども、こんな感じですね。どうですかちょっとこういう古臭いね、かなりやれた感じのこういうストラップ。 これれははこででありかなと僕は思ってるんですけどねどねうなんでしょうこうこいう感じのタイプのね、あの時計には合わないのかどうか僕はちょっとはっきり分かんないですけど僕はまあまあすごくねピタッときてるんではないかなと思っています。こういう感じですね。どうですか こんな感じでございますこれでタカノ2本ねちょっとご紹介させていただけましたけどもあのタカノというブランドねあの幻のブランドと言われるみたいなのでぜひね皆さんも調べてくださいネットだけどね状態はねちょっとまあ別にさせていただいてまあまあ出てきたのでまだあるんじゃないかなと思いますで僕なんか海外に住んでても見つかるんですね なので、日本なんかだったらもっとね、多分その個人で所有されてらっしゃったものがあったりとかもすると思いますので、あのー、すごく綺麗な時期だと思いますので、ぜひ皆さんも調べてみてください。で、まあ,こあ、この成功して、あ、ごめんなさい、シチズンのこの、えー、セブンスター。えー、あとは、そのジュベニア。で、えっとね、あとはね、ハイライン。シチズンのハイライン。 ロードクォーツこれね、金,金針の、ね、モデル、金針っていうか、まあ、SGP ですけども、金のモデルが来ます。ちょっと変わった感じの形をしてて、であとはこの前言ってた、えっと、シルバーウェーブがちょっとまだ来てないので、シルバーウェーブをご紹介させていただきます。こういう感じで、これからもね、あのちょっとこう偏った紹介にはなるかもしれないですけども、ちょっと皆さんに面白い時計をえ一生懸命ね、 動画に上げさせていただきますので、またよかったらチャンネル登録いただいて、えー、ぜひご覧になってください。コメントは必ずお答えしてまいりますので、えー、ぜひまたよかったらコメントもお残しくださいませ。今日はこちらの高野幻のブランドと呼ばれるこちらの高野こちらを皆さんと一緒に見させていただきました。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。 さようなら。